岡高親は、1835年、土佐の国、高知城下に、福岡高順の次男として生まれ、土佐藩士、政治家として著名な人物です。1854年、吉田東洋の門下生として、後藤象二郎や岩崎弥太郎らと共に支持し、その薫陶を受けました。吉田の藩政復帰に伴って、大監察に登用され、後藤らと若手革新勢力、新横瀬組を結成。高知藩を代表して、後藤象二郎と共に国寺に奔走し、大政奉還を実現。明治維新では、後藤や板垣らと共に、長子参与として新政府に出資。越前藩の由利厚生と共に、五箇条の御正門を起草しました。その後は、元老院議官、文部卿、参議、枢密庫などの要職を歴任しました。